なんか一回だけ勝ちたい。いいね。なんかみんなでもさ、戦い方俺ちょっとだけスマブラ分かってきてないねえ、明らかにさ、そうだな、そんな、そういうことか、みんなやってくるんだ、これぐらいのレッタのやつは。なるほど。あ、1個、みんなみんなありがとう。だいぶ上手くなったでしょ。あ、じゃあこのさ、あー、ほかね、あー、ダメか。よし、おい、いける、勝てるぞ、みんな絶対勝つ、マジで。あとは、あとは引き分け、あとは投げて、これさばき、投げさせろ、投げさせろ、あと一回。バカ野郎、横合いで勝ってた今。死ねー、くれるさ、やめ、見せたら関係だ、ダメ、みんなお前今日一回ぐらい勝たせろ、マジで。おっしゃ、俺は無理だろ、おい、来るだろ、からの、おい、始まったな、俺のスマブラ伝説がよ。なあ、俺のスマブラ伝説が今始まったね。今日何月何日の何時？始まりました、皆さん。2021年11月24日、0時39分。刻みました、歴史に名を。あー、そういう概念なんだ。死ぬ、お前！なんで落ちて、俺だけ！なんで！ね、なんで死なないの！そう、今ので引き分けに持っていけたらめっちゃめちゃハードだったのに。大爆破だったのに、しきしょ。え、ちょっと待って、みんな、俺、でくた、なにそれ、面白いことしてくるやん、お前、お前、スマブラの心得あるやん、あるやん、スマブラの心得、スマブラの心得がある、こいつスマブラの心得ある、最高、スマブラの心得があるやつ俺好きだよ。なぜかって俺もスマブラリストになったからね、スマブラストになったからね。うわぁ、死ぬ、絶対死ぬ、あー、もうどこ行くか、やばい、本気出してきてる、あ、僕ぶっ殺されるわ、わかる、これでも俺はそれなりにね、学芸やってきた、そんな俺が言えることは一つだ、あのゲシュタルト崩壊した、みんな、やべ、ゲシュタルト崩壊したねえ、スマブラがゲシュタルト崩壊した、みんな、ちょっと待って、俺一体何やってんだ今、俺今一体何のゲームやってるんだ、いや完全にゲシュタルト崩壊した、あ、みんな、なんだ、あ、